出んの早くない、出んの早くね、もしかしてだけど星川の配信を見ていらっしゃった、たった今から寝るところでした、はい、あ、そうなんすか、たった今から、はい、あ、まあそうですよね、まだ寝れないですよね、だって星川に落とした玉もあげてないから、うん、だから完全にそれ目的だろうなと思って今すぐ俺あの布団に入ろうと思って、もう今年の抱負たくさん寝るに今決めたんでえ、ね、星川に落としたもちょうだい、ね、たった今もうくれる、ね、くれる、くれる、くれる、ねね、くれる、あ、くるわけねえだろじゃあいらねえよおやすみなさい、ねえ待ってね、なんでパパ寝んの絶対眠くないじゃんパパ、ひどい、寝る、本当に寝んのかな、本当に寝るんすかいや、あの、寝ますけど、眠いんすか、え、この俺がコメント欄したことによって、あの通話かけてほしいみたいなになってるのすごい良くないと思っていて、はい、え、そうじゃない、え、違う、え、違う、違ったんだ、え、じゃ切りますめんどいめんどい、ごめんなさい、お疲れ、お疲れ様です、ね、ごめん、待って、違うなんでお前、え、ちなみに、お正月何してましたか、はい、寝てました、えー、かわいそう、え、あなたは予定がないって話してましたよねその理論でいくと、あなたも共にかわいそうだということで、いやもう この際だからもう見てる見てないの論争は置いといて、あなたもかわいそうだということを僕は認めさせたいという、え、別にお正月一人ぼっちなのかわいそうだと思わないですけど、確か、うん、え、それ結構な敵をね作ったと思いますよ、今リスナーさんの中に広いと思いますよ、え、私は誘導人も、え、そういう風に思うタイプの人間なんですか、ね、何番かもう一回言って、7408なんで覚えらんないの、喋ってるからだよ、え、じゃあこれで星川勝ったら半年前の星川のリベンジ果たせたってことになるんですか、え、なんか星川勝手に覚えてね、あーピ、青かね、パパパパ、あのさ星川のさコントローラーさなんか右端から動かないんだけどさ、あ、そうだね、なんか一人プレイを今お見せしてる感じになりますけどあの夢をあげるね、このゲームすごい得意でめちゃめちゃ練習してるんで、このユーフォーイスは、ね、高い得点なんですよ、え、これ風船をね、あの1個ずつ、ちょっと待って、さあ楽しいですよね、こんな感じでね、ね、これ楽しいっすか、やってゴールデンUFOがすごい10点ということでね、はい、たくさんね得点をもらえるんですけども、まあでもこれだけじゃないですよね、ちょっと待って、列車からこうやって、あ、これいい、これいいね、これいい、これいい、全然見えないけど、その位置強ポイントじゃないか、その位置強ポイントじゃないか、偶然にも、ちょっと、はい、あ、わかった、ね、でもさ、これさ、はい、ハンデあるからさ、あの、うん、星川の10倍の点取らなかったら星川の勝ちにしよう、10倍、うん、あのさ、100倍、ちょっと10倍もう今10倍絶対いけると思って、今なんか、うわ、そんなきついやつ言うなよとかをなんか適当に言ってみたから思いっきり10倍取ってやると思ったのに気づきやがった、この女、ね、ちょっと待って、賢いな、おい、このマイナス3ペース、このマイナス3ペース、マジでさ、楽しくねえんだよ、このゲームほら、UFO 来て、UFO 来て、UFO 5点だよ、ね、ほらほら、見て、ほらもう10点取れちゃったじゃん、もうかわいそうにね、パパうざいね、下の段ね、星川の、イエーイ、ほら3点あげたでしょ今、はこれで9点だから、あ、ちょっと申し訳ない、あ、入られないんだからね、え、違う、100倍だから100倍ですね、待って、100倍っていけるのかな、ちょっと試してみよう、逆に100倍いけたらすごくね、100倍いけたら何してくれるんだよ、星川、そんなんだからさ、そんなんだからお正月予定ないんすよパパ、うん、お正月予定がないことに何か問題があるんですか、星川さん、ないですけど別に星川さん、お正月に予定がないことに、あなたも同じですけども、一体どんな予定、うざいって、どんな予定があるのか僕はさっぱり把握できない、正月からやっぱ遊ぶって楽しいね、待って、あ、これ正月じゃないかすべきだわ、え、待って、分かった、ちょっと待って、お正月さん100倍が何だ、あと1点、あと1点、あと1点、100倍か、あと1点じゃない、それは、え、でも10倍でも星川の勝ちじゃね、これ、あ、本当だ。いや、本当じゃねえよ。ちょっと待って、叫び疲れた。はい。はい、じゃあね、お疲れ様ということでね、今日の配信、まあ、とりあえず夢読んでば。待って、え、嘘でしょ、これで終わる、本当に言ってる？ちょ、コントローラーさ、治ったらさ、また来てよ。バイバイ。これからね、たくさんの人が来ますからね。うん、そうだね。遊んでいただいて、うん。ちゃんとリベンジまた今度させてください、パパ。あ、ぜひぜひ。うん。あと、その時にお年玉用意しといてね。じゃあ来年かな。何も聞こえなかった。